東成田線は、京成成田駅と東成田駅を結ぶ京成電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号はケース。千葉県成田市にほぼすべての部分が属しているが、途中わずかに多古町一区あたの飛び地を通過している。1978年5月21日に開業した。同年の新東京国際空港開工時は、こちらが本線であり、 空港アクセス路線の役割を担っていたが、その後成田新幹線予定地を利用した駒、井野信号場成田空港駅間の新線が開業し、そちらが本線の役割を果たしている。現在でも、京成の時刻表や公式サイトなどでは、本線の一部として扱われている。芝山鉄道線開業後は、同線と京成本線とを接続する役割も果たしている。なお、 小米の信号場で本線と分岐するが、京成成田駅から小米の信号場の間も、本線と重複して東成田線となっている。東成田線は、本線の小米の信号場を成田空港駅間や成田空港線と異なり、京成電鉄が自身で敷設、運送とも行う第一子鉄道事業者となっている。利用は、 伸び悩んでおり東成田線の営業係数は500を超えている。以下の列車が運転されている。運行間隔は1時間に1から2本程度、ラッシュ時は3本程度。平日の京成上野駅発着快速1往復が2019年10月26日のダイヤ改正で東成田行きから芝山千代田駅に変更されたため、芝山鉄道線へは全ての列車が直通し、 芝山千代田駅を始発、終着とするようになった。朝夕ラッシュ時に、本線、都営地下鉄浅草線、京急本線、京急空港線との直通運転を行っている。現行ダイヤでは、以下の運行パターンがある。朝夕ラッシュ時に、本線との直通運転を行っている。日中は、京成成成田駅芝山鉄道線。 芝山千代田駅間の折り返し運転となる。京成成田駅で成田空港、空港、第2ビル方面からの快速列車に接続する。現行ダイヤでは以下のパターンでの運転となる。平日朝ラッシュ時の上り、芝山千代田発の通勤特急京成上のき2本の最後部車両は女性専用車となっている。行商専用車の窓に運行時の道を付される、ステッカーかつて、 平日朝の上り普通形成上の行き一本の最後部車両を対象に行商専用車が設定されていた。2013年3月29日の運行をもって廃止された。ありがとうございます。